岡山市藩学校は第二次世界大戦中の1943年に岡山県に設置された市藩学校である。本校は岡山県市藩学校、岡山県女子市藩学校などの前身諸校を含めて記述する。前身の岡山県市藩学校から引き継いだ岡山市門田のコーチを使用したが、第二次世界大戦末期の1945年6月、 空襲で、鉄筋校舎一棟、寄宿舎一棟、食堂を残して全焼した。戦後は、焼け残りの鉄筋校舎で授業を再開した。1947年6月には、水島にあった、よか連の建物二棟を移設し、よか付属中学校校舎とした。1948年には、女子部が転入し、男子部、女子部コーチが統合された。 更新の新生岡山大学教育学部は、現在の津島キャンパスで発足したが、教員の研究室は角田、倉敷に残っていた。旧生課程の廃止された1951年以降、徐々に津島に移転した。旧門殿校地には、現在も岡山大学教育学部付属校が存在する。前身の岡山県女子師範学校から引き継いだ。 岡山市西中山下の高地を使用したが、1945年6月の空襲で全焼し、赤岩郡佐伯村青年学校へ疎開した。1946年2月、岡山市海岸2の倉敷木の折岡山工場に移転した後、同年10月、小島郡福田村の三菱寺所三道領に借り移転。1948年4月、 岡山市門田の男子部校地に統合移転した。旧西中山下の校地は、元併設校によって1951年まで使用された。現在は、岡山市立岡山中央中学校の校地となり、西南の一角に旧半校の遺構が残されている。ABC 岡山県立岡山朝日高等学校の前身の一つ。AB 岡山県立岡山三沢山中学校。 高等学校の前身の一つ。岡山県大百科辞典459ページ。岡山市半学校の校による。倉敷市立第四福田小学校初期の校長は岡山朝日高等学校園閣によった。漢報第戦十七1 7号。明治19年11月18日。岡山朝日高等学校園閣によった。漢報第4865号。 昭和18年4月2日、漢方第6090号、昭和22年5月7日、ありがとうございます。